こんにちは、ビハイヤの松村です。今回もですね、業界のニュースをお伝えしていきます。セデック2014ニコニコ動画のゲーム実況がなぜ人気、そういった部分でですね、講演があったということでの、情報でございます。最近もですね、Amazon さんが、Twitch というですね、ゲーム実況のサイトをですね、買収したということで、にわかに注目を集めているゲーム実況なんですけれども、このゲーム実況がですね、なんで今こんなに人気かというところで、講演があったということです。実際ですね、ゲームの実況、今ニコニコ動画内の、動画でもですね、2割3割の割合を占めている、かなり人気のコンテンツになるんですけれども、実際ですね、著作権の問題とかいろいろと難しい部分はございます。そこでですね、なかなか、メーカーさんとしてはですね、実際そういったものを公に認めるということは、少なかったりするんですけれども、それでもですね、こういったゲームの実況が、売り上げに貢献しているという部分もあったりします。例えばですね、ニコニコ経由で、Amazon さん購入されたソフトがですね、数千本、あったりだとか、あるいはですね、そういったゲームの実況で、そのコンテンツ、ゲームのタイトルを知ってですね、実際、お買い求めいただいたりだとか、そういったことも、あったということなので、なのでですね、ちょっと、今後こういったゲームの実況がですね、著作権の関係もありつつも増えていくのではないかというのが一つ動きとしてあると思います。実際ですね、現状かなり、非公認ではありますけれども、黙認という感じにもなっているかとは思いますので、そういった部分でですね、今後も何かしら、動きや情報提供も、できればと思ってもいますので、もし興味がございましたら、お気軽にお問い合わせいただければ、いろいろな情報の提供もですね、させていただきます。今後ともですね、ちょっとこういった形で動画の配信もしてまいりますので、気になったものがございましたら、ぜひもそちらも見てみていただけると幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。